今回はアメリカ空軍が開発を進める全く新しい空対空ミサイルミュータントの紹介をしたいと思います。開発を行っている空軍研究所では空対空戦での命中率を飛躍的に向上させるコンセプトを打ち出しました。なんとミサイルの機首部分が曲がるという斬新な設計。高速で移動するターゲットに回避されないよう着弾直前で曲がります。空軍ではこのミサイルを現在開発中の第6世代ステルス機などの戦闘機に搭載し、高機動のターゲットに対抗する手段として運用する計画です。このミサイルプロジェクトの名前はミュータント。ミュータントに使用される技術は過去6年間にもわたり研究を行ってきました。コンセプト自体は1950年代から存在し、ようやく開発可能な技術に達することができました。全く新しい技術設計によりミサイルの抵抗を減らし、射程距離を伸ばすことに成功しました。このような設計において通常は機動性が落ちてしまいます。ミサイルの進路をコントロールするために本体に取り付けられた飛行制御システム、射程と機動性を担う現在の飛行制御システムは組み合わせによってミサイルの性能が変わってきます。航続距離を伸ばそうとすれば機動性が落ち、その逆も同様です。さらにシステムを追加することでサイズや効力が増大してしまいます。新しいシステムではそれらの問題をクリアにしながらミサイル先端を常にターゲットに向けることが可能。ミュータントでは距離を伸ばしながら機動性を高めることに成功しました。先端部分が傾斜回転するこのミサイル、この先端が曲がる技術にはアクティブモーフィングが採用されています。モーフィングとは、発射から着弾までそれぞれの飛行フェーズに合わせ本体が変形するというものです。航空機での研究開発も進められており、離陸、飛行、着陸に加え旋回などの状況にまで対応し最適な形状に変形します。それにより全体の大幅な性能向上を図っています。モーフィングは柔軟性のある滑らかな表面のスキン、変形する構造とそれを動かすアクチュエーターから構成されています。凹凸をなくすことで効力が減り、軽量化や制御性の向上などが見られます。これまでの空対空ミサイルでは追尾するためのシーカーと飛行制御装置によってターゲットに向かっていき、素早い目標に対してコース変更を行いながら飛行するというものでした。ミュータントでは最後の軌道修正をミサイル全体で行わず先端を曲げることで実現。これにより弾頭の力を 100% ターゲットに向けることが可能となります。またミサイル誘導においてロック状態を保持するためにも役立つと考えられています。
空軍研究所ではこれまで地上試験を何度も行っており、2024年までに地上試験をあと1回実施し、プロトタイプを完成させる予定です。プロトタイプではヘルファイアミサイルをベースにしています。空軍で進めている次世代航空優勢のための計画。この計画では新たな戦闘機を含む有人無人航空機とその兵器システム、それらを連携させるための通信技術と様々な面での進歩が必要不可欠です。新しい飛行制御技術は限られたコストの中で長射程を持ったミサイルが機動性の高いターゲットを迎撃することが可能です。これは次世代航空優勢の計画において大きな一歩となり得ます。現代では高性能な戦闘機、小型で機動性の高いドローン、極超音速で飛行するミサイルなど機動性の高い空中の脅威が次々に誕生しています。既存のミサイルでは迎撃が困難となる日が来るのを想定し、これから登場するであろう未来の脅威に対応するべくミュータントは開発されました。世界各国で開発が進められている極超音速ミサイル、そしてその迎撃はアメリカ軍でも大きな課題となっており、ミュータントでの技術が大きな足がかりとなる可能性を秘めています。